皆さんこんにちは、こんばんは。それでは皆さんに質問です。サクレオナルドはどこにいるでしょうか？3、2、1。おお、さすがにわからないですか。ではちょっと近づいてみましょう。ここまで近づくとわかりますか？サクレオナルドはどこにいるでしょうか？3、2、1。おお、まだまだわかりませんか。それでは最大のヒントを差し上げましょう。サクレオナルドはどこにいるでしょうか？3、2、1。おお、なるほどなるほど。さすがに難しいですね。なるほど。いや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 、どこにおるねん、レオナルド。しかもバスのミラーのアームがちょうど目線隠しになってるわ。これ昔の心霊写真とかでよくあったよね。最近見ないけど。なんかレオナルド犯罪者みたいやな。皆さんこんにちは、こんばんは。新作の部屋の作でございます。やってまいりました、ザ・クルー2新サミット後編の時間です。おっと、1007位まで順位落ちてますね。ちょうど、おいおい、ちょっと横切らないで、撮影中撮影中。ちょ、まあいいわ。とりあえずですね、どこで見とん、めっちゃ近眼なんやな、あの人。めちゃくちゃ視力悪いんじゃない？はい、というわけでこちらの動画は新サミットの後編です。前編を撮ってから約2時間半ぐらい空けて撮っております。それで1007位まで順位は落ちました。おっと、みんな入ってきたね。はい、ということで今からですね、1015位になってしまいました。おっと、君たち付き合ってたんや。カップルやったんやね。それは知らんかったわ、ごめんな。はい、ということで今からですね、新サミット後編に入っていきたいと思います。まあ、順位がどんどん落ちていくんですけども、2時間半で、同じ日、水曜日サミット更新日に、撮っております。あ、逃げられてる。さあ、早速続きをやっていきましょう。前回こんな成績で終わってます。今から後編に入ります。ハイパーカーとしてエンツォフェラーリから入っていきます。ハイパーカー、ツーリングカー、ラリークロス、ラリーレードということで、後半はすべてレースということになります。前編はまあこんな感じで終わってるんですけども、まあそこそこ走れてるんじゃないかなと思います。スピードトラップとエロパティクスに関してはまたやり込んでおきたいと思います。はい、ではですね、今回のサミットで、一応あれを目指します。ゴールド、なのでゴールドで、ゴールドランクで終わるっていうスターを獲得しようと思います。はい、では早速ね、エンツォフェラーリからやっていきましょう。行こうぜ、フェラーリエンツォ。いや、いいですね。この車にまた乗ることがやってくるとは思いませんでしたね。乗る日がやってくるとはですね。はい、だんだんね、私も語彙力が低下してきます。それをね、ぜひともご覧いただければと思いますね。はい、ではスクアドライタリアということで、まあパガーニのまあ限定モデルが手に入るということで、多分ライバルもかなり多いと思います。いやー、素晴らしいですね。こういうところでプラチナを取れるっていうのは本当かっこいいですからね。はい、エンツォフェラーリということで、こちらの車で行きたいと思います。いや、もう本当にね、すごい車です。これは一回だけ見たことあります、大阪で。はい、ではこちらの車で進んでいきましょう。楽しもうぜ。サウストリップ、これはなんとなく覚えてる気がするんだけど、どうだったかな。お、これ直線コースじゃない？これ、これ違う？あのビッグランドとは違うけど。危ない危ない、今ちょっといいとこいたな、今彼ら。はい、ではこれはもしかするとあのお得意のコースではないけど、ビッグランドとこのコースだったらどっちが難しいかな。ビッグランドの方が難しいっけ？よく覚えてないんですが、まあこのこういった類のコースで一番気をつけないといけないのは、ノーブレーキで行けるかどうかっていうことですね。こういうところのコースは基本的に、ノーブレーキじゃないとダメだそうです。はい、優秀な方々が、ね、教えていただきました。基本的にノーブレーキですということで、ブレーキ踏んだら負けみたいですね。でもね、私はブレーキ踏む癖がついてるんでね、なかなか無理なんですよ。なんでかって、よくこういうところでバーとかって言ったりするでしょ。あれでね、結構トラウマになってるんですよ、ザ・クルー2は。もうほとんどトラウマですからね。トラウマの塊ですからね、ザ・クルー2は。本当に難しいです。はい、でもまあ行けるところはしっかりとね、ニトロ使って、最速で行きたいなと思うんですけど、こういうところはノーブレーキ無理でしょ、普通。こういうところノーブレーキ無理やもん、絶対。もうほんと、しかも初見殺しに合ってるしさ。まあでもいいとしよう。これまだ対向車がいないんで、まだマシだと思います。でもこれ難しいな。これね、こういうコースで、まあ、ありがたいのは、運転操作が楽なこと、本当に。めっちゃ楽ですもん、こんな。ただ、めちゃめちゃ懸念があって、いくら頑張って走ってもね、7万とか8万スコアぐらいしか取れなかったりするんですよね、こういうコースで。なんでかって、それみんな上手いからよ。本当にね、
ライバルが多すぎるんですよ。みんなある程度の技術を持ってても走れるじゃないですか、まあ、僕がまさにそうじゃないですか。僕そんなにプラチナレベルじゃないからそんなに上手くないけど、こうやって、結構いいタイムで走れてる気がするんですよ、うん、で最近ザ・クルー2を始めた方だって何のことない、普通に走れるじゃないですか、こういうコース。だからね、こういったコースは上手い人はもうさらに上手いから、ほぼほぼ上位に立つのが難しくなるんですよね。障害物ないもん、これ本当に簡単でしょ。もうだからこれライバルは多いんです、こういうコースの方が。実はだから意外とくねくねくねってるようなああいうテクニカルコースの方が実は結構上位を取りやすいというね、そういったあれがありますね。はい、これ目標タイムは4位ぐらいかな、目標4位ぐらいでいけばいいんでしょうか。はい、で今は今でこうやって450キロぐらいでずっと400キロ巡航で行ってるんですけども、本当ね3回ぐらいもうブレーキ踏んでしまってます。ただこういう右コーナーで絶対ブレーキ踏まないとダメでしょ、こういうところは。ここはブレーキ踏まないとさすがに無理じゃないですか。ここでもノーブレーキ、いやなんかここあれだな、最後の最後でめちゃくちゃややこしい右カーブがあるところだね、これ。なんとなくそんな気がするんだけど、この天候がさあ、ちょっと読めない、ああちょっとこういうの読んでしまった、ああ、いやいやちょっと勘弁してくださいよザ・クルー2さん、ああいう風に真剣に最高速で走ってる時にああいうポップアップはやめてもらえませんか。ポップアップヒロごめんな、喋りかぶってしまった、ごめんな。いやもうまさかあんなところでね、かぶると思わないよ。もうしかもめっちゃタイミングあかんところでポップアップ出たから、まあ、人間ってやっぱり動くものを目で追ってしまうんですよね、前にも言いましたけど。だからチラッと見てしまったらもう命取りですよ、本当ね。はい、では今からね行きたいと思いますよ。先ほどの判定を生かしてですね、ノーブレーキで行けるところは完全にノーブレーキで行きたいと思います。まあでも結局ね、こういう風にもう一度ね、レースで走ってることで、皆様とこうやってお話できる時間が増えるということで、私もレオナルドも喜んでおります、ありがとうございますね。さあここから行きましょうか。400キロ巡航、常に400キロ巡航で行くことが基本であります。はい、今のところノーブレーキ。あ、ここでちょっとアクセル入れちゃった、ごめんなさい。でも大丈夫。次の左コーナー、ここは絶対ブレーキ踏まないとダメです。僕はごめんなさい。ここはブレーキ踏みます。ごめんなさい。うわ、今の奇跡、危ない。よし、ちょっとショートカットになったかな。大丈夫でしょうか。はい、もしかするとさっき宙を舞ったところまでカットしているかもしれませんが、もしかするとカットもしてないかもしれません。ご了承いただければと思います。はい、ちょっとこれ夜になってくると まずいですね。夜になってくると怖いですよ、これは。気をつけないと。でマップもしっかり見ないと先が見えなくなるので非常に怖いんですが、大丈夫でしょうか。はい、よし、いいよ、いい感じですね。で次左気をつけてね、左気をつけてください。よし、よ、ここで左で右、よいしょ、大丈夫、行こうぜレオナルド、頑張れ。常に400キロ、さあ早く400キロ出しておきたい。400キロね、早く400キロ行こう。よし、いい感じ、400超えた。常に400キロ巡航、いいよ。次左コーナー、頼むぜレオナルド。よし、よ、もうよしといいよしか言わなくなるからね、私ね。ここもノーブレーキで行こう。最高やレオナルド、最高や。次左やで、さっきミスったところがもうすぐですね。何パーセントぐらいのところか忘れたけど、さっきミスりましたけどね。ここでまたニトロ使って450キロ近く出しておきましょうか。いい感じだね。さあ行こう。トップは28秒差でございますね。次左です。次左行って右、左行って右、左行ってすぐ右、左行ってすぐ右、 OK。 ここでまたニトロ使える、ニトロ使えるね、素晴らしい。で右コーナー、ここ気をつけてよ。ここはブレーキ踏まなきついやろ、ここはブレーキ踏まんときつい、ブレーキ踏まんと、あ、危ない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 、危ない、今、あ、木の幹が、危ねえ、危なかったな。これここら辺ですね、さっき見せたとここの辺やわ、気をつけないと。この辺でこう行って、まだ左、まだここで左、まだここで左、ここや、さっき宙舞った、ここで宙舞った、そうそう。ほんでこの V は飛ばさない、うん、で気をつけて気をつけて、これで次が右、なんかどっかで壁に突っ込むようなところあったんですよね、ここね、覚えてますね、しっかりと。ここじゃないな、ここ一つ、あ、太陽逆光で見えないよ、太陽逆光で、大丈夫ですか。次左右、ちょっときついコーナーある、きついコーナーあるよ、ここや、ここきついコーナーここはなかなか難しい。でそうそう、覚えてる、これなんかね、ここなんかで走ったもん、ここで、ここでまた突っ込む癖があるんですよ、ここはね。ここ気をつけて、ここはでも最大の減速、一番減速しないといけないところですね、ここはね、このコースで一番ね。で、まもなく終了ですから、そろそろニトロはしっかり置いておかないといけませんよ、ニトロは。はい、この次の右コーナー終わったらもう直線ストレートでゴールですからね。ここでニトロ一気に使おう、ここでニトロを溜め込んでしっかり、よしよ、これでどうや、溜め込んでニトロ、
これでなんとか300いって 92%、 4分以内のゴール目指せ。4分以内のゴール頑張れ。さあクニットリアじゃなくてレオナルド頑張れよ。よし、ここで一気に400出して、いけるいける、大丈夫、4分以内、4分以内頼む、レオナルド4分以内4分以内、いやあ、4分以内って、これで7万8万とかやったらもう痛いで、これ、うおー、すげえこんなにいくとは思わなかった。あー、頑張ったな、レオナルド。いや、これね、ちょっとね、あれですわ。なんていうのかな。壁にぶつかって3分59ですから、あれ本当に最後、焦らなかったら、3分55秒ぐらいは、うん、今から4秒から5秒ぐらいは、多分、減らせそうですね。はい。いやー、これは面白かった。はい。では次行きましょう。ツーリングカーですね。フェラーリ FXXK ということで、フェラーリが続きます。頑張っていきましょう。ツーリングカーはね、結構難しいんですよ。ツーリングカーは。うん。なんで難しいかって、やっぱりね、みんな早いし、結構いいタイム出したなと思っても、ツーリングカーの場合は、ほんとね、8万とかだったりするんですよ。なかなか10万超えないんですよね。それが、サミットのツーリングカーということで。はい。こちらもね、最強のパーツ組んで、FXXK 完璧になっております。頑張りましょう。いや、今ので全力使ったわ、もうほんと。めっちゃきつかった、あれ。3分59秒。エンツォ・フェラーリすげえな。よし、やっていこうぜ。ここはもう確実にインコーナーから攻めていくべきでしょうね。で、マシンオーバーテックして。邪魔だ、どけ、どけ、邪魔だ、フェラーリ、フェラーリ邪魔だ。自分もフェラーリやで。はい。ではまずは第1コーナーということで、あとはここからもうノーミスで行けるように、まあ、走っていこうかなと思います。ただノーミスといえどやっぱりね、壁にはぶつかってしまうと思いますん で、あとクラクション、ごめんなさい、もうクラクションはもう鳴らしまくりできます、ごめんなさいね。はい。あとこういったツーリングカーのコースっていうのは基本的に世界中のライバルみんながうまいんですよ、やっぱり。なので気をつけないとなかなか上位は取れません。私も上位を取るというとやはりね、動画外でやり込む時に結構スコアは出やすいんですよ。こういうふうに動画撮ってる時っていうのはなかなかね、やっぱりうまくいかないですね。はい。なのでそれだけがちょっと懸念があるなと思います。はい。なんかここ見たことあるね、ここ走ったことあるけど、あ、ここなんか走ったことあるな、これ。こういうこの試験嫌やなとか見てずっと思ってた時があって、あー、そうだそうだ、やっぱりなんかありますね。で、ここでニトロ一気に放出します。溜まり込んでニトロが完走する前に一気に放出します。ありがとうございます。で、ここですぐブレーキを踏みつつしっかりと前に進む。で、ここも壁にぶち当たらない程度にしっかりインコーナーを進めて、クラクションごめんなさい。よし、ここで一気に加速で、残りのパーセンテージが 50% になった時のタイムで、大体わかります。 50% になった時に2分ちょうどであれば目標タイムは4分ということになりますね。果たしてどのぐらいのタイムで 50% を通過することができるのか、それも私楽しみであります。はい。こういったところはしっかりテクニカルですね。で、ここで一気にと放出、いい感じです、いい感じです。1分43秒44秒。さあどうでしょう、これは2分以内で通りたいですね。2分以内でぜひとも通りたいところではありますが、やはりなかなか難しいでしょうか。ここに行くんだよ、ここに壁ぶつかんなよ。よし、いい感じで壁がぶつかんない。さあどうや、 50% になった、ダメだ、2分ちょうどや自分で予言した通りになってしまった。2分ちょうどということは目標タイムは4分ですね。4分で、ゴールできれば万々歳、4分以内ですね。ただこういうツーリングカーっていうのは1秒で結構スコア上がりますから、4分でゴールして例えば8万ぐらいだったとしたら、3分59でゴールしたら8万3000とかになったりするのがツーリングカーのレースであります。はい。しかしながらどうなるか分かりませんね。とりあえず4分以内でゴールしたいですね。これはでも厳しいか、いや、ブレーキを踏んでしまうから、やはりなかなかここで、今みたいにストレートで行けば結構タイムは伸びるですね、これね。はい。よし、とりあえずあと2周かな。最後多分ね、周回が変わるんですよ、コースが周回変わるんですよ、周回とかコースが変わるんですよ。語彙力低下著しいですけど、はい。で、ここでしっかり使って、ここでドリフトして一気にニトロを貯めて、この辺で一気に放出。はい、行きましょう。多分これがファイナルラップですから、これでおそらくはあれが変わります。最後のファイナルストレートが周回変わりますので、ね、これ注目していただければと思います。しっかりと走って、危ない、壁にぶつかる、あ、ごめんなさい、あー、はまり込んで
今のもったいない、もう壁にはまり込んだ。でも大丈夫大丈夫、落ち着いていけ落ち着いていけ。4分以内行きたいけどな。でも最後コースがよく考えたらコース変わるから、確かに4分以内厳しいかもしれんね。ただまあそれで本当スコアがどんな風になるかっていうのがやっぱり気にはなりますね。はい、よし、いい感じでここまで来た、フィニッシュライン来たぞ。3分36、あーこれ、あ4分以内いけるやん、これ4分以内いけますね、これはいけますいけます、大丈夫です大丈夫です。ただあレベルはやっぱり高いですね。これで4分以内いけるんですけども、最後ニトロもったいないよ、使っておかないとニトロもったいないよ。でここで OK、 いいよ。さあなんとか3分55秒でいけるか、5、6、56秒。どうなのこれ、8万ぐらいちゃう、いけて9万か。おー10万いたよかった。いやこれはでもまあちょこちょこぶつかったりしたから3分56秒になってしまったけど、まあ54秒ぐらいまで、あと2秒ぐらいは、3秒は縮めれるかな。はい。まあそんな感じでいきましょうか。次はじゃあラリークロスですね。はい。こちら進んでいきたいと思います。この日のためにマシンもしっかり用意しました。いや、大変でございますね、レオナルドね。乗る車が多いので。よし、行きましょう。こちらもフルパワーマックススーパーサイヤ人3になっております。よろしくお願いしますよ。よし、行きましょう。スーパーサイヤ人3とか、その次にいっぱいありますよとかいうコメントなしよ。よし、やっていこうぜ。ここはちょっと見たことあるぞ。覚えてるぞ、これ。タッカー・モーガンと戦ったところじゃないこれ。あー、ここ、ここ、これ、これ。そうそうそう、ショートカットあるよ、ショートカット。ショートカットがあるやつです。はい。しかしながら、これね、そうそう、あのね、私、無駄にね、ニトロマスター持ってるんですよ、このラリークロスに限って。これ、ほんとね、使わんよね、ラリークロスでニトロマスターとかね。こんなん制御不能になるんですわ。本当全然ね、これあれなんですよ。危ない危ない危ない。これあこれだから10万はきついな。これ10万きついですね。ラリークロスは10万きついわ。これニトロマスターハイパーカーで欲しいわ。それこそハイパーカーとかストリートレースとか全然使わへんし、はい、まあそれしか持ってないんですよ、レジェンダリーパーツ。これもうこんなところで止まってしまいますもんね。であまり本当早く行きすぎるとえらいことになるんで、うわーほら超えるこれもうなんなん、もうあれぐらいおまけしてほしいわ。ちょっともういやいや、もう仕方がない仕方がない仕方がない。これはね、ニトロマスターはそういうもんです。はい、ニトロがありすぎてね。はい、とりあえずもう 67%、 これはもう早く終わって、もう7万ポイントぐらいでもいいわ。しまったな、まさかラリークロスこんなに難しいと思わなかったな。これはなかなか難しい。ここ気をつけて、ここ気をつけて、あまりジャンプしない方がいいよ。はいはいはい、ここで、あーなんか周回遅れがいるわ、周回遅れが。ちょっと待って、気をつけて気をつけて。よし、いいよいいよ。ここでもう一回ニトロ使って、これもうファイナルラップ、レースで1位になる。あーなんかありがとうございます、なんかありがとうございます。でももう見ないよ見ないよ、見たらえらいことになるからね。邪魔邪魔邪魔ゲール邪魔ゲール、ちょっと前の車邪魔です。ちょっと道譲ってください、道譲ってください。ここで 96%、 よし、フィニッシュライン。もうここはもうニトロ使いっぱなしやろ。どうやどこ行った、どこ行ったん、正面衝突ごめんね。1分39秒で、これ早いのか遅いのか全くわからん。これ遅いだろうな。おお、一応10万いった10万いくのか、これでこの走りで奇跡やな。いやでもきついわ、やっぱラリークロスはめちゃきつい。これほんと制御不能。ニトロマスターよりもなんかオフロードの揺れを軽減するようなやつとかを多分やれば一番いいんでしょうね。はい、ではこれは最後ラリーレードということで、ドゥカティのバイクだそうですね。これもね、すべて、パワーアップしております事前にね。なので、一番いい感じで走れるんじゃないかなと思いますが、モンスター 1200S って読むんですかね、これ。バイクはちょっと私ほぼほぼ無知なので分かりませんが、ドゥカティぐらいは知ってます。まあそんな感じでいきましょう、楽しんでいきましょうよ。これ最後10万いったらいいね、あとはもう最高なんですけどね。合計100万ポイント多分いくから、うん、しかも初見だよ、やり込みほとんどなしで100万っていうのはなかなかね、あれですよ、何を言ってるのか分からんけど、とにかく行こう。雪か、雪山か。よし、いいぞ。雪山でも何でもいいわ。とりあえず右かな、これ。右？よし、不正行為で行くわ。お前が勝つように念を送ってるからな。はい、ありがとうございます。不正行為成立ですね。危ない危ない。しかしか。危ない危ない。はい、チェックポイントの外を通ってもこういう風にクリア扱いにしてくれるんですよね。ありがとうございます。さあ、ということでこれ気をつけないといけないのは、なんていうのかな。これバイクの時に、このチェックポイントのこの V、
これに当たってしまうともう本当にね挙動がかなり乱れます。修復不能なぐらい乱れますんで、これ気をつけないといけない。ちょっといろんな野生の生き物がちょっと大丈夫か、はい、なのでそれに十分ね気をつけて走っていきたいなと思いますね。はい、頑張っていきましょう。あとはこのギリギリ走った時の岩、崖の岩山とか本当これ気をつけないといけません。これ道がわからん。おお危ない。で次これ左、左、危ない。左、ちょっとマップが見れない。マップが見れないこれもなんか特別なショートカットとかありそうですよね。これねなんかめちゃくちゃ難しいぞ。これも普通にさ崖から落ちていったら普通にうまいんじゃない、いけるんじゃない、これなんかそんな気がしますけど、これは多分10万無理やね。これはあいけるやん、ほら崖から落ちていってさ、これいけるいける、はいはい、これ多分本当10万は厳しいな。これ多分ショートカットありきのコースですよ、これ多分ね。でこれもあこれは多分ちゃんといかんとダメか。ちょっとマップが全然ね見る余裕がないんでね、はい、ここでもまた結局ショートカッティングするよりもマップちゃんと走った方が早い場合もあるんでね、そのあたりは何とも言えませんが、はい、この低速やったら V に当たっても大丈夫ですね。ではこのまま行きましょうか。これで左、はい、これでまたこっちですね。よし、いいよいいよ、大丈夫大丈夫。そしてそのまま右コーナーですね、右コーナー。ここはここのショートカットで降りていっていいかもしれん、これまあ難しいよちょっと野生動物多いなここ、本当すごいですね。でこういって次左か、こっちら辺でショートカットできるか、はいはい、これで次こっちか、上から登っていくのか、登っていくんですね、ありがとうございます。こっちわけわからんことになってる、わけわからんことになってる、気をつけて。これで今度登っていって、これ3分以内のゴールかなと思ったんだけど無理そうやな。このまま行って今度はあーなんかでここ走ったね、わかったわかった。これであとはこっちに行ってとりあえず、ここはなんとかクリアして、危ない危ない、これほんと車止めてるしねこいつらね、こんなところに。でこのまま右コーナーを行って、ここで最後結構いいストレートになるからね、ここで一気に2トロ使っておこう。よしよ、ここで来てこのまま一直線ですね、一直線で次右、はいはい、ここでこっちですね、ショートカッティのしてそのまんま左、ニトロを使っていく直線、さあここでさらに直線でストレート、さあどうなるか、ここでこっちやな、さあどうや、ここでも行ってストレートや、大丈夫 91%、 危ない、大丈夫か、うわレオナルド、キー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 危ない危ない、もうこれでラストや、3分10秒以内無理か、3分、これ10万きつい、これ10万きついこれ10万きついわ、これはどう、あー8万5千か、初めて9万割ってしまいました。よし、これはいい感じで来たやろ、いい感じで来たやろ、これはさっきよりも更新やで、多分更新できる、更新できる、いけ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 、ヨナルド頼む頼む、行ってくれ、どうだ、くー無理か、くっくっこれ怖くそうだ2秒ぐらい更新した？さっき何分だったかな？もうそれすら覚えてないわ。お !5 秒よし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 あー、2回目でなんとかこれだけいったわ。よし、もうこれでいい。今回はもうこれで満足ということで。ふぅきつかった。はい、おめでとうございます、ありがとうございます。さあということで、まあ完全初見ではないけど、とりあえずまあ1回目失敗して2回目でなんとか行ったりとかして、まあとりあえず103万ということで、このままやり込んでいくと、まずスピードトラップとエアロバティクスに関してはまあ10万いけるかもしれません。なのであと1万5000ぐらい仮に追加して、あとはまあこの辺全部10万いけるようにね、これですね、ここだから、まあでもいけて2万ぐらいだろうな、やっぱりきついですね、やっぱスコアブレーカー持ってる人はこの3つが多分すごいからね、これね、うん、なのでまあプラチナ無理ですけど、とりあえずまあゴールドランクを目指して星が取れるようにまあ頑張っていこうかなと思いますね。はい、ということで、一応ね、こんな感じでした。そしてメインメニューで星がいくつか追加されておりますので、それだけ最後確認して終わりましょう。何個5、6、7、8、9、10、お、まだ結構ある。16枚ですね。ありがとうございます。はい。まあそんな感じで星はどんどん追加はされてきておりますが、まあいい感じで進んできてるんじゃないかなと思います。
はい、ということで、まあ、サミットに関してはとりあえず、まあ、前編後編で一応こんな感じで終わりましたが、私は一人で動画内でいろいろと、まあ、何かしらやり込んでおきます。はい、動画では一応ここまでですが、動画外で、ちょっとやり込んで、最後の最後1週間後ぐらいにね、こんな感じにスコアなりましたみたいな感じで発表できればなと思います。はい、そんな感じで、皆さん2日間にわたってザ・クルー2の新サミットパガーニ・ウアイラ、こちらの限定エディションですか、まあ、ゲットに向けて皆さんぜひ頑張ってください。はい、ということで、私の最高ランクはこんな感じということで、まあ、後ほどね、またやり込んでみたいと思います。で、また、前回のね、告知と一緒ですが、6月28日に YSTG チャンネルでね、生放送、ザ・クルー2の2周年記念ライブに出演しますので、そこでどしどしと質問してみてください。可能な限りどんどん答えていきたいと思います。それでは皆さん、本日もご視聴ありがとうございました。新作の部屋のサクでした。